33学問のすすめ福沢諭吉。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり。されば天より人を称ずるには、万人は万人皆同じくらいにして、生まれながら貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずのものを取り、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずして、おのおの安楽にこの世を渡らしめたもうの主になり。されども、今広くこの人間世界を見渡すに、賢き人あり、愚かなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、そのありさま、雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。その次第、甚だ明らかなり。実語経に、人学ばざれば知なし、知なき者は愚人なり、とあり。されば、賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとによりてできるものなり。また、世の中に難しき仕事もあり、安き仕事もあり、その難しき仕事をする者を身分重き人と名付け、安き仕事をする者を身分軽き人という。